みんなみんな、みんな、トミー先生のボイトレの時間が始まるよさあ、どうも皆さんこんにちは。ボイストレーナートミーでございます。さあ、オープニングね、ちょっとなんか自分なりに気に入っているのでやってみましたけど。なんかね、こうオープニングのなんかも作ってもいいね。もうこのなんか回数が何回かなってきたから、なんかね、テーマソングみたいなね、ボイトレオープン、オープニング曲をなんかね、作ったらいいかなと思ってます。なんで楽しいのがいいもんね。さあ、関西色バリバリで、お送りしております。私、トミー先生のボイストレーニングでございますが、今日はですね、ビブラート。ビブラート。ビブラートをね、皆様にお伝えしようかなと思っております。ビブラート。知ってます?昨日より多く揺らさせていただきました。今日も元気に揺れております。はい、ビブラートでございます。そう、ビブラートって、曲の終わりとかね、何々でした、みたいな感じで、まあ、こう、音をこう揺れさす技法なわけですよ。で、これも、やっぱ、もともと天然でできてる人もいてるし、もう全くできない、こう、ストレートな人っていうのもいてるんですよね。で、私は、どっちかっていうと、その、全くできない方でした。もともと、クラシックでオペラをね、私、歌っておりまして、そこからちょっとね、こちら側に入ったんですけど、こちら側っていうか、まあ、自分でオリジナル曲書いて、歌って、そして、ボイストレーナーをやってっていう感じになってるんですけど、その、ビブラートができなくて、ビブラートぐらいできないとダメよ、とかって言われて、じゃどうするんですかみたいな感じになるよね。って時に、うちの母親がね、別にそんな歌やってるとかそういうことでもないんですけど、ビブラートってどうやったらできんねやろみたいな感じで話聞いたら、砂利道を、こう、自転車でさ、こう、ゴンゴンゴンって言ったらさ、っていう子供の時になんかやれへんかった、そんな。こう振動ね、こう、ダン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 ってなる時に、その時にこう声が、って動く。ね。で、あ、それをすればいいのかと思って、なんかそのモノマネをし始めた。って。そしたらできるようになった。ってわけ。まあ理論的に言うとね、上下、音の上下なわけですよ。まあこれが細かくなったのがビブラートになるんですけど、でも最初からその細かくはやっぱ難しいと思う。なので、私は、まあ、こう線があるよね。線があります。それに上下上下上下のその平等な高さを持っていく。それをちょっとずつこの振り幅をね、だんだんこう狭くしていく感じ。それ日常生活でみんな使ってると思う。なんやったっけ?あれちゃん。あれね。使ってない?やってるでしょ?結構ね、私思うんですよ。歌の技法とかって結構みんな日常生活の中で使ってることが多い。なのでそのビブラートも、もちろん顎を使って、ってやるのもビブラートの一つ。なんかね、こう、間違いとか正解ってないと思うねん。このね、揺らすのに。でも、顎を、ってやってると、もちろん疲れてもくるし、音程も悪くなってくるので、じゃあどうするかっていうと、やっぱそのコントロールよね、息のコントロール。でも、まあ、その、なんかまあ、半音。今、ファーシャープでやってるんやけども、それがお家に鍵盤とかなかったら、頭振っちゃえばいい。その、イェーイみたいな感じ、そこまで振らなくてもいいんやけど、その、っていう練習の仕方。なので、ピアノがないとダメとか、その環境がないとダメとかっていうのではなくて、私はこう、手軽にできる、お家でできるボイストレーニング方法を皆様にお伝えできたらなと思います。なので、
これ口閉じたままで、それはああ抜いていく感じ、息をとっても、それを使っていく。なんでな感じかな。ドレミファソサファミレド。まあね、あとチリメンブルイっていう全部がそのドレミファソ全部が震えちゃうっていうね、チリメンブルイっていう技法もあるんですけれども、あまりこう好まれではないかな。なので、まあそこは置いといてですね、その最後、歌の最後に、何々でした。好きよとか、まあ、最後にね、綺麗に、まあ、切ってあげる感じ。余韻を残す方法っていうのに、このビブラートっていうのが、使われる。うん。いいかなって思います。なので、まずは、おしゃべりの中から、ビブラートを使っていく感じでやっていただければいいかなと思います。それでは今日はこれで終了。それでは皆様、また概要欄もチェックしていただいて、いいねボタンもぜひよろしくお願いします。それではトミー先生がお送りしました。バイバーイ。